はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。龍が如く5、夢叶えし者ということで、皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。この前たくさん動画を投稿してまいりました。約3年ぐらい実況させていただいておりますが、病気でねちょっと半年ほどプレイできない時期もございました。ただありがたいことにね、2022年、年末にこちら録画というかですね、一応配信でやらせていただいてるんですが、公開はですね2024年のね5月になっておりますので、その時にはですね、チャンネル登録者数ですね、1万名目指していますという状況になっていればいいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、応援していただくとともに、皆さんで一緒にですね、このチャンネルを育て上げてください。はい、ということで、Hello everyone, my name is Terion, I am a game live, I posted a lot of videos so far, I've been playing live for about 3 years but I was sick and couldn't play for about half a year, I'm aiming for 1000 subscribers by the end of the year.I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということでですね、今回はですね、野球賭博事件の裏に隠された謎を追っているところからスタートなんですが、ちょっと準備いたしますね。ほい。これがですね、謎を追っていたらですね、なんかね、襲撃を受けてしまいまして、関係者各位がですね、狙われているという状況になってしまったんですが、なぜかですね、太ももクラブのですね、女性のね、ミルクちゃんという方がいらっしゃるんですが、その方のね、弟さんが狙われるとかね、あと、宇野さんはまあわかるけどね、狙われるのはね、謎にね、足を突っ込んでしまう、首を突っ込んでしまったということで、まずはね、宇野さんを助けに行きましょう。ちょっと距離があるんで。で、前回と同じくね、マイクとの距離が少しね、近くなるようにはなってるかな。今回の座り方がね、今までちょっと遠かったのもあって、若干声がね、痩せてた部分もあったんですが、まあ、若干だけね、今近くなってます。っていうのもね、この体勢じゃないとね、結構ですね、体に負担がかかっちゃうってこともあって、割かとね、こっちの体勢を変えていった方がやりやすいかなって感じでやってます。わかんないけどね、どれぐらい継続できるかは。だいたい1時間から1時間半ぐらいでね、ワンパートを、ね、長くて、それぐらいで終わろうかなと思ってます。っていうのもね、プレイステーションがね、持たないんですよ、もう。1時間か2時間ぐらいやるとね、2時間以上かな、やるとね、プレイステーションの方がね、なんかね、アプリケーションエラーみたいな感じで落ちちゃったりとか、急にね、コントローラーの接続がね、切れちゃったりとかね、するようになっちゃって、まだね、プレイステーションこれ、購入したのが2020年かな、の、だから、1月ぐらいだったと思うから、まあ2年、もうすぐ3年ってとこかな。でもうちょっとボロが来ちゃってるからね。まあ使ってるからね、かなりね。まあプレイしたね、動画の本数的にも、2000本ぐらい多分やってるから。動画として上がってるのはおそらく、まあ、でも2000本ぐらいやってるよね。だから相当な、量、時間こなしてるんで、まあ、プレイステーションもそれはね、ちょっとダメになる可能性は高いよね。まあでも、プレイステーション4のゲームだけじゃないけどね、やったのはね、パソコンゲームもやってますし、プレイステーション3のゲームもやってますから、まあその動画の本数としては、ね、多いかもしれないけど、全部プレイステーション4ではない、全部がね。とはいえ、結構やってるから、まあ、ボロはちょっと出てるかなって感じだよね。よし、じゃあ行きましょうか、宇野鍼灸院。宇野さん。大丈夫か、宇野さん。宇野さんがね、中日ワイバーンズのね、専属トレーナーだって言ったんですね。しっかりして、宇野さん。ドラゴンズをね、もじってワイバーンズって言ったね。シナさん、お前は早く仲間のところへ行け。高杉さん。後で俺も行くから、それまで死ぬんじゃねえぞ。はい。高杉さんのさ、後ろ盾にいたさ、名古屋組っていうのがさ、ねえ、実は繋がってないっていうことが分かったからさ、
さあ、宇野さんは高杉さんに任せよう。早くタクシーで矢倉港の62番倉庫に行かないとということで、後ろ盾がね、亡くなったからで偉そうなことをね、言えなくなったんだけどね、宇野さんがね。あ、宇野さんじゃなくて、高杉さんがね。でも、あれだね、高杉さんに対する、ちょっとしたなんか、尊敬の念みたいなのは若干には持ってるのかな。これは篠田、最近俺のとこに来ないじゃないか。野球の練習サボってるんじゃないだろうな。いいからたまにはバーファーストショットに顔を見せに来い。バレちゃった。シータク、シータク。シータクこっちだね。さあ、篠田さん、あんまりレベルが上がってないよね。やっぱザコ相手に戦っても、レベルが上がらないか。俺流先行キャッチ。まあ、技を上げるしかないよね。最初技だもんね。俺流逆転ののろし。はい。俺流流水の陣。いやー、なんかあんまりいい技がないな、品田ちゃんは。ねえ。シャッチョさん、私と遊びますか？ん？外国人、最近心じゃこういう人少なくなったと思ってたけどな。私、お安いよ。お金たくさんはいらない。でも、とっても気持ちいい。いいです。悪いけど、金がないからさ、また今度にしておくよ。そうですか。ごほごほ。う。ゲホごほごほ。おい、ちょっと、急にどうしたの？大丈夫？日本の冬は寒いね。私の国とっても暖かいから、寒気がするよ。風邪でもひいたんじゃないの？帰って寝た方がいいよ。無理ですよ、そんなの。お金いっぱい稼がないと、後で怒られる。ごほごほ。そんなんじゃ仕事どころじゃないって。本当は一緒に行った方がいいと思うけど。医者、お金かかる、それに仕事休めない。なら、せめて、薬は？もう飲んだ。薬？でも日本の薬、どれが、なんだか、私わからないよ。ゲホゲホ。なんだか見てられないな。せめて栄養ドリンクの類でも買ってきてあげようか。ちょっと待って。しょうがないな。ちょっとお話ししたせいで。本当は直接向かう予定だったんだけどな。コンビニ、世界の山ちゃん。宇野鍼灸院。コンビニちょっと遠いなぁ。ともむクラブの前の、名ナビ、クラブエデン。いえ、コンビニないぞ。これはごめんな。助けてあげたいけど、ちょっとごめんな。コンビニがないんだわ。今持ってる薬だったらあげられると思うけど。持ってるよね、今ね、多分ね。私、高くないの。でも、いっぱいサービスできます、ごほごほ。だからさ、いくらなんだって聞いてんのよ。君、日本語わかってる？可愛い顔して、あんまり頭良くない？あのさ、悪いけど、ちょっといいかな。は？ん？なんでよ、お前は。俺が先だったろうが、割り込みすんな。いや、そうじゃなくてさ、彼女、風邪ひいてるんだ。差し入れ持ってきてから飲ませてやろうと思ってさ。私に？なんだよ、風邪ひいてんのかよ。チーターったらもういい。あ、お客さん、私、風邪平気。待って、ごほごほ。無理すんなって、今はとりあえず休んだ方がいいよ。さ、ほら、これ飲んで。何を渡そうか。うわぁ。しょうがないな、スタミナ X あげるか。泣けなしのスタミナ X。ありがとう。あなた、とっても優しいね。はは、いや、まあ、これくらい。私、サラ、日本に来てこんなに優しくしてもらったの、初めてです。よかったら、遊んでいきますか？他の人より一杯サービスします。気持ちは嬉しいけど、また今度、君の方が治ったらね。それよりどうしても休めないの？休んだら怒られます。私、たくさんぶたれる。ぶたれるってそんな、風邪で仕事を休んだだけで。おい、こら、てめえ何やってんだ？せっかく着いた客が逃げたじゃねえか。ずっと見てたんだぞ。商売の邪魔する気か、こら。あんたは？この人たち、見張りの人。私たちがちゃんと仕事してるからずっと見てる。あなた逃げた方がいいです。え？バカが逃がすわけねえだろうが。さっきの客の分、てめえが金払っていけ。いやでもこの子は風邪ひいてるんだし、俺はただ差し入れあげただけだって。それが商売の邪魔だっつってんだよ。ぐだぐだ言ってっと、ぶっ殺すバカ野郎、さっさと金払っていけや。料金は1万5000円、詫び料入れて3万にしといてやる。素直に払わねえと、怪我の治療費が増えるだけだぜ。とはいい加減にしろよ。それにあんたらこの子に暴力も振るっているみたいじゃねえか。うるせえ。こいつら日本に来る時の金で借金まみれだ。それを返すまでは何しちゃってこっちの勝手だ。借金。いえ。
私騙されたんです。いい仕事あるって言うから日本来ただけ。借金するなんて聞いていませんでした。それに日本来たらパスポート取り上げられて自由に外にも出られない。私たち逃げないようにいつも監視されてる。お前は黙っている。余計な口聞くんじゃねえ。ずいぶん手荒いことやってるみたいじゃん。警察にもすぐに動いてくれそうだな。でも警察もこの人たちの仲間。もし警察に駆け込んだら連れ戻されます。そうなったらとてもひどい目に遭う。だから私たち誰にも助けてもらえない。んーじゃ、つまりこいつらが金か何かで警察を抱き込んでるってこと？多分そうです。まさかね。こいつらにその力なんてないでしょ。なんだと？日本のことよく知らない外国の女の子にはそう言っておけば済むかもしれないけど、少なくともこの町の警察はそこまで腐っちゃいない。なんなら今から一本警察に電話かけてみよっか。警察がグルならヘでもないだろ。あんたらどうやら相当たちの悪い連中らしいな。お気を据えてやるかの。この野郎を舐めやがってぶっ殺してやれ。さてお気を据えてやるか。よいしょ。構ってる暇はねえんだけどな。よいしょ。早くミルクちゃん助けに行かなくちゃいけないんだから。正確にはミルクちゃんの弟だけどね、助けるのは。よいしょ。鳥山さんだったっけ。あれ鳥山さん鳥山明さんって名古屋出身だよね、確かね。いや鳥山明さんのエースマジですごいからね。待ってくれ、もう分かった、俺たちは負けだ。見逃してくれ。そんなわけにはいかないでしょ。勘弁してくれ、頼む。もう二度とこんなことしねえ。そういうのは警察に言ったら、あんたら本当に警察とグルだってんなら見逃してもらえんじゃないの。ぐぐぐぐ。ご協力感謝します。おかげで悪質な売春組織を摘発し、外国人女性たち7人を無事に保護しました。その7人ってのもみんな騙されて日本に連れてこられたんですか。ええ、現地のマフィアが貧しい家庭の少女にうまい話があると持ちかけて騙してるんですよ。こういうケースはなかなか後を絶ちません。ですが今回逮捕した連中の話をもとに現地の警察が追及するとのことです。国際問題じゃん。ありがとうございました。私国に帰れます。本当にありがとう。これ俺に受け取ってください。わ、桜の枝だ。あなたとても勇敢。おかげでみんな助かったよ。いや、なんていうかたまたまだよ。もし君が風邪ひいてなかったら俺もこんなに首突っ込んでなかっただろうし。あ、その風邪のことなんですけど。ん？ごめんなさい、実は風邪というのは嘘なんです。え？私たち警察も信用できない言われてた。誰を信じていいかわからなかった。だから私たちを助けてくれる信用できる日本人の人見つけたかったんです。それで病気のふりして私たちを助けてくれそうな人、優しい人を探してた。なるほど、そういうことだったのか。うん、それじゃあまんまと乗せられたな。私日本人みんな信用できない思ってた。でもあなた違った。私たち本当に感謝してます。国に帰ってもあなたのことを忘れません。本当にありがとうございました。どこだっけな、フィリピンとかかな。人口の構成でいくとさ、フィリピンとかってさ、若者めっちゃ多いらしいから、GDP もね、結構ね、上り調子らしいんですよ。日本の GDP がね、ほとんど国内で賄ってるから、必然的に人口が減ればね、GDP が下がるんですよね。っていう風に言われてますよね。初乗り480円。あー、お金が。62番倉庫行きましょう。で人口構成的にもね、まあ、一人当たりの GDP はまあ高いは高いけどね、日本もね。でも、やっぱり世界で言うとね、その、どこだったか、リヒテンシュタインだったっけ？その辺のがすごい高いんだよね、一人当たりね。でも、多分ね、前にあるのが62番倉庫で、あの中にミルクちゃんたちが、GDP のね、定義はわからないんだけど、もし金融で稼いだお金も GDP に含まれてるんだったら、そのリヒテンシュタインとかが金融だけでもし稼いでて、で人口少ないのにそれで稼いでるとかって、もしなってるのであればね、豊かかどうかってわからないよね。稼いでるかもしれないけどさ、どの分野で稼いでるかで豊かさって変わると思うんだよね。だからそう、現場にね、お金が降りてきてるかどうかだよね、結局ね。ミルクちゃん、大丈夫か？どうしたミルクちゃん？
ミルクちゃん、彼は、弟さんはどこに連れて行かれたの？タッちゃん、ごめんね。あら。あら、お前は、誰だったっけ？あのね、町内会長さんだよね。うわぁ。名古屋組のことを探ったからか。あんただったか。牛島さん、指令だ。品田を始末しろ。忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。牛島さん、バッティングセンターのおばちゃんもか。危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれればこんなこと死んで済んだのに。ミルクちゃんもグルかよ。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ。俺は信じねえから。名古屋の人全員がってことか。言い残したいことはあるか。15年付き合った仲だ。いいごんぐりゃ聞いてるわ。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。街で俺が危ない目に遭ったのも、酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ。名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。あら、来るのか牛島さんよ。その包丁、店の包丁だろ。足がつくぞ。店の包丁だったらね。何もたもたしとるんだ。早始末しんか。あっと来たぞ、それっぽいやつだな。久保田警備員の。金家の町守るのに躊躇はいるんだ。おっと来たよ、高杉さん。てめえら、生命保険もかけてねえ人間勝手に殺すんじゃねえよ。金次第か。もう言い方が。生命保険もかけて人間勝手に殺すんじゃねえよ。さすがマチキン。怖いよ。あの相川翔さんもそうだけどさ、あの竹内力さんとかさ、あの人、
よいしょ。ちっ、かっこつけやがって、絶対死ぬんじゃねえぞ。相川翔さんもそうだし、よいしょ。誰だったっけ、ほら、龍が如くゼロに出てた、あの3人死ぬうちの1人。あれ、小倉さんじゃなくて、うわ、ちょっとさっきまで名前覚えてたのに、顔は出てくんだよ、顔は。よいしょ。なんとかひとしさん。何ひとしさんだったかな。よし、片付いたな。俺もさっさと逃げよう。うん。うわ、追ってくるか。極道系の映画に出てる人ってみんな髪の毛がね、すごいね、しっかりしてるよね、ふさふさしてるよね。やっぱあれが血の毛がやっぱりこう多いと、頭皮に回る栄養もしっかり行き渡るんでしょうかね。あ、小川仁さんかな。行ってよいしょ。おっ、危ねー。こいつめっちゃクリアン追って、くっそ、よいしょ、行ってーよー、よいしょ、うわうわ、いけるかな、ほっ、うわ、ギリギリ。北田、こっちで。こっちだ、早く。いやいやいや、逃げろ逃げろ。久保田っていうさ、会社あったよね。こういう、工事系の。大丈夫か。工業用品売ってる会社。工業用品っていうのかな。トラクターとか売ってる会社でね。来てよ、久保田さん。何持ってんのそれ。結局なんだかんだ言ってさ、裏に筋も知ったやつには消えてもらう。うん、筋も元筋もんでしょ、あんたも。仇じゃないよ、どう見ても。よいしょ。結局あんたが、よいしょ、命令してんでしょ。よいしょ。これでも品だれじゃなかったらさ、殺されてたかもしれないね。その名古屋組を招待した時にね。いや、でも無理か、あの人たちには無理だよ。一般の善良の市民だもん。騙して捕まえるところまで行けるかもしれないけど、そっから先は無理だろうね。せいぜい脅してさ、これ以上かかるなってさ言うまでだよ、せいぜいできて。さあ、井川翔さん頼む。いいぞ。くっそ、逃げるか。待ちいいな。でスパイプでぶん殴っちゃるで。うわ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 、人が増えた。よいしょ。おい、これは久保田警備のあれか、メンバーたちか。よいしょ。まあ悪いこと企んでたからね、ここのスタッフもね。まあトップがトップなら部下も部下っていうものになっちゃうのかな。おい、コンプライアンスがね、そのあたり、うお、いって、決定されたらいないだろうね。おいと、この後掴んだ時にね、投げっていうのがね、どうやってやるか分かんないんだよね。こうで、大丈夫か、高杉さん。おい、高杉さんっていう名前でさ、言えないよ。ワイカー翔さんとしか言いようがない。もうあれがインパクトが強すぎて。よっしゃ、スタミナ、まあ、拳銃、よいしょ、よいしょ、
や今回拳銃あんまり攻撃力ねえな。こんだけ撃ちまくってもこれか。よいしょ、どいどいどりゃー。よいしょ、これが名古屋組の実態か。一般市民ばっかり集めてそれで登場会に勝てるとは思えんだけど、思えないんだけどな、うん、いくらなんでも登場会と近江連合ね。一般市民何百人集めてるのこれ勝てんだろう。格闘家とかで見るんだろまだしもねえ。よいしょ、おいっと、よいしょ、一般市民ばっかり集めても勝てないぞ。そこんとこはちゃんと考えた方がいいって、相手はプロなんだから。よいしょ、さてちょっと使うか、能力強化もしとこうかな。そのまま使うことで反撃、はいマックスいった。じゃあつかみを強化して、巻き込みを強化しようか。で、振りほどき、まあ、大体体力とあれに振っときゃなんとかなるから。もう桜の枝がさ何の素材なんかようわからんのよね。塩って何よ、攻撃力 6?あ、使えるの塩。あスタミナ、いやタフネスデッドかな。うん、よし行こうか。結局またミルクちゃんたちと戦うことになるのかな。おほい、際どい、しつこいな、もうしつこいな、あんたも久保田さんよ。でもあんたが元締めか。ほいほい、おいしょ、秋山みたいにさ本当に連続で続く技がないときついよね。秋山さんの技マジ強力だからね。でもガードが弾けるようになったからいいね。これでねとりあえずガード弾きして、うん、よいしょ。最近さ結構なんかね、まあ、政治じゃないけどさなんかそういう記事がさ最近ちょっと目につくようになってさ、まあいろいろ読んだりしてるけどさ、やっぱりそのねえ地方にその多分オペレーション Z っていうさ映画があるんだ、あ映画ドラマかな、うん、ワウワウかなんかでやってたドラマがあって、もともとねそれがですね、真山仁さんっていうですねハゲタカというね、小説が有名なね方が書いてる、まあ、ドラマが あるんですけどね。それ見て結構ねなんかそのよいしょよいしょ、それがすごい面白くてですね、よいしょ、正気来るか、逃げるか、まだでね結構さ辛坊治郎さんっていう方も、あおい品田どこ行くんだ。辛坊治郎さんとかもね地方創生とかいうね本とか書いてたりして、まあやっぱりね地方の問題っていうのは結構さとか日本国内でこう言われてるところがあって、まあ、うまくいってる地方もあると思うんですよね、やっぱりでもねそこら辺でねうまくいってるいってないでさよくさその記事になったりしてるのってさやっぱ子育てのとこなんだよね。でもそれだけさそんなんで記事になるってことはさどこの地方もさその子育て支援とかさあんまうまくいってねえんじゃないかっていうね、予算は割いてると思いますけどね、よいしょ。だからね、なんていうのかな、なんか政治家さんとかがさYouTube とかねやってたりするんですけど、それね、なんか全国行脚してね動画をね出してたりするんですよ。でそこでですね、なんかそのね、お金の使われ方について地域住民がねぼやいてるシーンとかあってね、無駄なものを作りすぎなんですよみたいなこと言ってて、ね、駅とかもね何億円とかかかってるらしいみたいなこと言ってて、もっと別の使い方があると思うんだけどねとかなんとか動画の中で言ってて、ごもっともだって思いましたね。明らかにさ
数億かけて元が取れるような駅じゃないんですよかけた分のそのなんていうのかな、手入れできないんですよ。要は何十年かかけたら手入れできると思いますけど、そこまでその村が持つかどうかだよね。よいしょ。で結局そこに建設に関与したところはお金儲かるかもしれないけど、結局それって多分地元のさ、あの企業とかがさ作れるようなレベルのものじゃないからさ、結局なんかあのよく大きな建設会社が請け負うことになると思うんですよね。そうなってくると地元にお金が落ちることって、その建設会社の工事中のなんていうの、休憩時間の時の飲食とかね、そういうのになってきちゃうから、一時期儲かったとしてもやっぱ恒久的に儲かる術がないとちょっときついよね。駅だけ大きいの作ったとしてもさ、そこに結局観光客やらさ、あ何やらがいないとさ、お金落ちないからさ。だから結局のところさ、そのオペレーション Z っていうね、そのドラマでも言ってたんだけど、地方に必要なのはね仕事なんだっつって。あ、これ相川翔さんか。仕事さえあればさ、地方に人はね集まってくるんだというふうに言ってまして、でなおかつ、まあ、地方でしっかりさ自治ができるように、地方交付税交付、あ地方を、地方交付、地方交付税交付金だったっけ、あ何だったっけ、ちょっと忘れちゃったな。まあ、地方にね、要は国からお金が流れてくるじゃないですか。それをねゼロにするっていうのを政策なんですよ、そのオペレーションデッド、かなりねドラスティック、まあ破壊的とかそういうような意味なんだけど、かなりドラスティックな改革をね、提案してですね、社会保障費ゼロ、そして地方交付税交付金、これをゼロにするとっていう政策で、その地方のその、じゃあどうやってやるかっていうと、仕事を作ると、まあ、仕事作るっつってもね、収益が上げられなかったらね、それきついっちゃきついからね、まあ、どうせその箱物みたいなの作るんだったら介護施設とかさ、そういうの作ったらいいのって思うんだけどね、でもそうなってくると、そこのさ資金ってやっぱりその、 あの税金になるじゃないですか、介護とかの資金って結局のところ、あ、まあ、民間でできたらいいんだけど、どうなのかな、その官民でさ、官が作ったものをさ民間が運営するっていうのができるのかな。それができたら公務員とかみんな民間で運営していくことになるから、それはないか、さすがに。建物だけそのね作ってあげてって、あめっちゃスタンガン効いた、これめっちゃ強いな、スタンガン。懐に入れよう、懐に入れられないぞこれ。どうしような、アイテムなんか捨てれるのないかな。いらんもんいっぱいんすよ。ミミズ、塩8個、どうしような、1個こう銅の皿、あでもこの人お金ないからな、銅の皿でも売らないと思う。鉄か、なんか1個使うか、タフネスセット使っとくか。スタンガン懐に、あどこに寝たいんだが、スタンガン、あ、いられなかった、うわショックさて、あんたが頭ってわけでもないだろう、名古屋組の。大丈夫か、本当のボスは誰だ。宇野さんは、ああどうにか一命は取り留めた、よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとは。いや、なんとなくそう思ってたぜ。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。おい、どこ行く。この町を出て行く。え？出て行くってどこへ。どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。
確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか。おたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。やっぱりこのサインもらいに来てた人だよね。あの時の観客。1年前お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか。ああそうだ、こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの男がお前探して俺んとこに来たんだ。なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな、夢にも思わなかったぜ。ああ嫌だ嫌だ。じゃあ何を、結局みんな俺のこと知ってたってことですか。ちゃんと返せよ。借金とあのボール結構大切にしてたんだ。いい話だな。泣くわけにはいかんぞ、メガネ汚れちゃうから。さあボスからの電話かな。真鍋さん。はい、久保田はしくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。真鍋さん、あんたもなのか。お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ。尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ俺はほうだが、だが俺らは腐っても野球選手、勝負の席合に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃようだ。なるほど、さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか、品田。うわぁ、悪いが死んでもらう。真鍋寛治、包丁持ってきちゃったよ、真鍋さん。おら、この後は続かないんだよな、この品田ちゃんは。よいしょ、スタンが落ちてねえかな。極み、いいぞ。この歌詞の棒だったら三角強攻撃ができる。いいぞ、よっしゃ。うおー、それはやべえやつだぞ完全に。
痛え、痛えとこじゃないこれは。死ぬやつ。タメができる。こいや。うわー、そんなもん振り回してんじゃない。うわうわ、隙が多いな。おい、歌詞の僕と、よいしょよいしょ、飲み物飲み物、あ、スタンが入ってるじゃん。スタミナンじゃ使って、スタンガンでぶっ放してもいいけど、もうマナメスはそんな体力ないし。うわこの棒そんな強くないんだよな。くそ、ほい、ダメ攻撃できるかなこれ。でき、あ、かわされた。よいしょ、どりゃホームラン。うん、ダメだ、弱え、仕込み棒弱い。くそ、うわぶっ壊れた。おら、お、投げられた。よいしょ、くそ、邪魔せんといて。うわちょっとアイテム使おう。スタミナン X。 うわぬん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 、くっそ、君はさ、そう左右にかわせるけどさ、こっち左右かわせないんだよな。よいしょ、うわ来たぞ。なんか危ねえ、これ食らいたくない、さすがに。正気来るか、ここでレンダーちょっときついな。あー、来た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 、危ない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 。いやー、シナだ、全員ちょっとお縄にかかってもらえませんかね。でも警察にもいるんだよな。わかりやすい人だな、負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんですか、真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように、一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た、そうですよね。まあ、メンツを立てたからだったね、とりあえず。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。真鍋さん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください、一体誰なんですか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。さあ真鍋さん、ゲロっちゃえゲロっちゃえ。その耳で確かめてみろ。声を聞きゃわかるはずだわ。何、声を聞いたらわかる人物だと。大家さんか。どうした真鍋、品田の始末は無事に終わったのか。ま、真鍋どうした。おい、返事をしろ真鍋。どうしたんだ品田。
おい藤田監督だ。藤田監督なの。これでこの週終わりかな。うわこれは来ましたね。第4章儚き花道。いや監督ですか。そうですか。ええ、東京で操ってんのか。その件は了解してます。ええ、もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたといっても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ、手は打ってあります。品田はちゃんとこちらで始末します。ええ、私流のやり方でね。では。私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが。そうだ、あのトレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。品田これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。品田をギガンツに呼ぶのかもしかしていやこれででも第5から2000万円もらえるんじゃないか。朝だな。ああなんだか何年も経った気分だ。そうだ、あいつに結果を報告しないと。どうした？いくつか報告があるんだけど。待て、直接聞こう。例のプレハブ小屋か。すぐにそちらへ向かう。あ、パピプペボの音ってさ、結構さ、あの唾とか飛ぶ音だよね。来る前に時間があるな、何かしてるか。うん、あのシェルダンっていうさ、あの役柄でさ、なんだったっけ、ビッグバンセオリーっていうあれがあってね。あ、ちょっとアイテム整理しようか。持ち物移動、これはいらないよね。塩もいらないか。皿もお金にそんなならないからな。ミミズ仕込み棒もいらないかな。攻撃力5しかないし。こんなもんか。うん。で、そのシェルダンの役、ビッグバンセオリーでやってる人のさ、発音でさ、やっぱ P をね、発音するときすっごいさ、あの、唾飛ばしながら喋るからさ。やっぱ結構それってあるんだなって思いましたね。振りほどき強化。不屈ライジング。あとは、合力つかみ。まあ、武器を奪う。あ、これやるか。さあ、時間を潰そうということなので、ちょっと移動しますか。まあ、なんかイベント起きるっしょ。さあ、第4章、4分の4章になったんで、これで多分終わりですね、この章で。どこで何をしたらいいのかな。コンビニとかでスタミナとかさっきの戦いで結構手に入ったから、まあ買う必要も特にはないんだけど。太ももクラブでも行く？さてと、ここ入れそうだな。エデン。キャバクラクラブエデンか。いきなり店に入ってもいいけど、一応風俗案内所で情報収集しとこうかな。なるほど。お、電話かかってきた。来たか、大悟。
おい、今どこにいるんだ。ああ、ごめん、ちょっと出てて、すぐ戻るから。緊張感のないやつだ、早く来い。大丈夫？この間にいなくなってないか、大吾。まずいまずい、早く帰ろう。逃がさねえぞ。うどんうまそうだな。この間に捕まったりするんじゃないの？不用心だな。川添さん、よいしょ、あれ近く来たけど、よいしょ、こっちか。さあ、龍が如くシリーズはだいたいさ、だいたいこういうなんか街の中に住んでるよね、みんなね。街中のよくわからないところに住んでるよね。お家賃いくらなんだろうね、マジで。遅いぞ。ごめんごめん。さて、時間が惜しい、報告を聞こう。分かった、どこから話せばいいかな。まあ結論から教えてくれ、結論から。肉付けあたり聞くから。じゃあ、名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたということか。ああ、その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前、この町は東西を二分して、東条会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまりお前の球界追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東条会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的だったってことか。藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで海外の秘密結社やマフィアのようにね。でもまあ、それも昨日で終わりだ。いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ。今朝全員が出頭したよ。牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。まあね、でもまだ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。どういうことだ。昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か。それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目にあったし、何日か前の東条会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織があるってことか。なるほど、
やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男？なんだかんだ藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか。俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。まじまじゃないのか。これ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。ご苦労だった。約束の報酬だ。え？もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよあんた。藤田さんに会うつもりなのか？だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。現金2000万円さもらってもさ、ここから先はどうしようもないよね。俺の仕事だ。もう手を引くんだ達夫。え？達夫って、あんた俺を覚えているか。え？堂島だ。お前と同じカムロ西高にいた。堂島もちゃんと高校通ってたんだ。え？堂島って、え、まさかあの。あれどこだ。堂島君といったら1組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど、確かに俺は1組だったが、そのアルバムには載ってない。なんで？退学になったからな。卒業してないんだ。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学。結局引率になっちまった。引率って、え？少年院？カムロ工業の連中とやり合っちまったんだ。カムロ校っていや、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の悪高校。ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝前日にカムロ校相手にたった一人で喧嘩したっていうのは。俺だ。覚えてるよ。あの時カムロ校のヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロ校のヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院で1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなこと。お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いやカムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢？ああ、夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場っていうのは夢だったんだ。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの？バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せその背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きていくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながら。だからなんで。当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいは
やってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより、俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時、甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。タツオ、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島くん、ひょっとして今の君の仕事って、東城会六代目会長。まあ今素性を隠して行方をくらませている最中だがな。マジだから、ここから先は俺に任せてくれ。この件、仇のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。全てに型がついたら球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させる。選手としての復帰が無理ならコーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ、今の俺は万力以外の力も持ってる。お前が失った15年俺が巻き戻す。うわ、かっこいい大吾。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ、達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に夢を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよ、お前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫。腹筋旋回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。力で止めるしかないってことか。死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としてもお前の友人としても。俺がそんなにやわな男かどうか確かめてみるんだな。いや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 、覚悟はいいな、達夫。いや、そんな武器持ってこられたら終わりだから。しかし大吾はいろんな人と戦うな。本当に合田龍二とも戦ったし、桐生ちゃんとも戦ったし、そして今度はよいしょよいしょ、これ武器使えるかな。よいしょ、あ、使えるのかよ。
それはさすがにちょっとやめとこう。うわー、よいしょ。うわ強え大悟。よいしょよいしょ、待てよ、ちょっと大悟強すぎるわ。性能がね、性能がしょぼいんだわ君は。砂田君はこの性能じゃ勝てんって。大悟には投げて落とすしかないもん。ほら立ち上がる前時間かかるんだよな。すぐこうやってこれすぐピヨるでしょ。だから諦めろって砂田君。それ極度の世界の極度の世界に任せた方がいいって。そんな素人が飛び出してくるような話じゃないって。強いって大悟。ちょっと意味わかんねえほど強いし、このパターンばっかりじゃん。さっきから結局攻撃打ったらこうかわすんでしょ。よいしょ、ちょっとこれも使うアイテム、スタミナロイヤル、ヒートがしょぼすぎて技も出せないしな。よいしょ、それヒートためる技でしょ。よいしょ、くっそ、あーでも結構削れた。よいしょ、いやーその連打きついって。これ難易度イージーだからまだいいもの。うわ強っ。普通にやってたら多分めっちゃ強いよこの人。いやいやいや強すぎでしょう。性能がちょっと悪いわマジで。何一発も当たんないじゃん。なんかないの当てられる技。パンチキックしかないもんだってこの人。いや武器使えってことなんだろうけどね。ガードもリガードも効かないしさ結局。おいこれもダメなの、スライディングタックルも。ひでえな、強すぎでしょ。ヒートがなくなったらもう何もできないよこれマジで。ほらいや意味わからんし、竜が如く敵が強いんだよね。特にボスキャラが異常に強いからね、如くは。毎度そうなんですよ、これ。ヒートが溜まってないと勝ち目がない、マジで。この人は。ねえ。おらよいしょ。いやー、レベルアップ、レベルアップ。自動で1レベル上がるようになってんのかなこれ。やるな。どうやこれなら文句ないでしょ。ふん。ああ俺の負けだよ。よし、それじゃ俺も一緒に東京に。もう止めはしない、好きにしろ。いやちょっと目立つだろこんな二人で行動したらさ。もう動けるな。ああ任しといて。なら今のうちにできる限りの準備をしておくんだ。東京で何が起きるか
分からんからな。ああ、分かった。これがどう絡んでくるんだ、真島のあれとかに。達夫、もう準備はいいのか。え、ちょっと待って。いや、うん。悔いは残さないようにしておけ。アイテムだけはちょっと欲しいな。能力強化、合力つかみ、巻き込み極み。アイテムは、まあいっか。行こう。達夫。うん、オッケー。ああ、オッケーだ。行こうぜ、大吾。じゃあ行くぞ。東京な。ちょっと待って。行ったそばからなんだよ。悪いんだけど、先に下降りててもらえる？うん？ボール返すのか。ねえ。相川翔さんに2000万円どうすんだよ。ごめんごめん、お待たせ。もういいんだな。ああ、行こう。メモかなんか書いて置いていったんだろうね。100万円とね、ちゃんとね。ちょっとすいませんよ、悪いね、全く手持ちの金なくて。はい、お釣り。うん、ああ、いや、いい。マジで？やっぱりさ、登場会の会長になると小銭とか持たないんだね。おい、え、これでも素性を隠して行動してるんだ、頼むぜ。やばい。はあ、篠田君、結構ヤクザってのも大変なんだな。頼むよ、気使えよお前。ん？なんなんだこれ。だから大声出すなって。うん、これってあの沢田のことか。俺はとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。何のことだ。道島君は先に東京行って。何？俺はちょっと行かなきゃならない場所があるから。おい。ああ、ごめん。なんだよ、とんでもない勘違いって。才川翔さん、手紙と一緒にボールが置いてあるでしょ。多分爆破するかもしんないな、家。マル、どこ行けかったんだ、あいつ。予想通りじゃん、完全に。読みが当たりすぎてて王道ストーリーすぎるんだよ。だからボールとお金返します。余ったお金は息子さんと娘さんのプレゼントにしてくださいってよ。だいぶ余るぞ。1800万ぐらい余るじゃんか。何言ってんだよ、ちゃんとお金もらっとけって。そういうの美談じゃないから。人生やり直すにお金必要なんだってね。え、俺まだ結婚もしてねえっつの。それも嘘だったのかよ。なんでお金置いてきちゃったんだよ。1,306,870円って言ってたじゃん。余ってるよお金。沢田がでも15年間ずっとプロでまだやってたっていうのがね、すごいよね。
いくつなんだよこの人。もう40いくつとかなんじゃないの？40ギリ40ぐらいかな。高校卒業してプロになってすぐだったとしたしても33とか4とかか。沢田！おとりに使われたか。沢田、お前なら俺がここにいるってわかるんじゃないかと思ってたよ。よく来てくれたな、シナダ。勇敢を見たよ。まさか球界のエースであるお前が万年 B クラスのワイバーンズに移籍するなんてな。驚いたよ。藤田さんとの約束だったんだ。15年したら彼の仕事を俺が引き継ぐってな。気づかなかったよ。藤田さんの球界復帰が名古屋組の代替わりの予兆だったなんてな。なるほど。そうなんだろ、沢田。お前、俺がこっちの出身だってことは知ってるよな。ああ、中京学院のエース、名古屋が生んだ10年に一人の天才。それがお前の高校時代の呼び名だった。だが人生ってのは不思議なもんだな。くじ引き一つで名古屋出身の俺が東京に、ドラフトか、東京出身のお前が名古屋のチームに入ることになっちまうんだからな。これがね、下船だよね、この制度は。私は結果お前は全く関係のなかった名古屋のためにその野球人生を奪い取られる羽目になった。そして俺は誰もが認める球界のエースとなった。でもお前はこうしてまた名古屋に帰ってきた。これも全て名古屋組を藤田さんから引き継ぐためだというのか。ああ、そうだ。どうしてだよ。どうしてそこまでして名古屋組なんかを守る必要がある。今のお前にはもっといろいろ守らなきゃならないものがあるはずだろ。高校の時の友達に言われたよ。俺らは夢を見させる側の人間なんだって。俺やお前はただ野球やってるだけじゃないんだ。このグラウンドに立つ人間はいろんな人間の夢背負って野球やってんだよ。もう聞いてるだろ、牛島さんや真鍋さん、名古屋組の構成員だった人たちはみんな出頭した。そうだ、もう名古屋組は終わりなんだ。悪いことは言わない。これ以上名古屋組を使って誰かを苦しめるようなことはしないでほしい。やはりお前は何も現実が見えてないようだな。何？名古屋組が終わったなんてことは分かっている。俺は最後の仕事をするために名古屋にやってきたまでだ。最後の仕事？お前だよ。名古屋組のことを知りすぎたお前を始末する。それが俺に指示された最後の仕事だ。貴様だ。今朝警察に出頭した人間は全員釈放されたよ。警察は何事もなかったように処理する方針だ。なんだって？シナダ、この一件はお前が思っている以上に大きな力によって操作されているんだ。警察すら動かしてしまうような強大な力を持った人間によってな。どういうことなんだよ沢田。誰なんだよお前にこんなことさせてるやつってのは。それは あいつら、俺の見張り役の連中、近江連合の人間だ。近江？どうして近江が？あれが答えさ。藤田さんも俺もずっと近江連合のある組織によって動かされていたんだ。ある組織って？
近江連合の出身団体神戸黒羽組、名古屋組はそれまでずっと名古屋を仕切っていた近江連合の連中を追い出すために黒羽組が中心となって作った組織なんだ。つまり近江連合内の島争いによってできた組織だったんだよ。近江連合が近江連合を追い出すためだと。そして俺も藤田監督もその黒羽組に魂を売り夢を手に入れた人間の一人だ。なんだと。品田、俺はなお前が思っているような天才でも立派な野球選手でもない。あの甲子園だってそうさ。俺は黒羽組の力を借りて優勝したんだ。そんな、まさか。本当だ。黒羽組は対戦する高校の監督の買収から選手への賄賂まがいの脅迫、手段を選ばず勝つための手段を取った。まさか豊洲でカムロ校の連中を使ってうちの野球部に妨害を入れたのも。そう、黒羽組の仕掛けだ。まああの時はお前の高校のやつに邪魔され計画はうまくいかなかったがな。それで俺らとの一回戦だけはガチの勝負になっちまったってことか。道理で俺が気づかなかったわけだ。つまり俺にとっての甲子園とは一回戦だけが実力勝負、実質的な決勝戦のようなものだった。純真無垢の天才バッター品田達夫を抑えることさえできれば甲子園の優勝は約束されていたからな。そして俺はお前に勝った。結果一回戦で負けたお前はドラフト会でワイバーンズに拾われた。逆に俺は高校球界の至宝と言われドラフト1位でギガンツに入団したんだ。どうして黒羽組がそこまでして俺を甲子園の優勝ピッチャーにさせたかわかるか。まさか。そうさ、ギガンツ対ワイバーンズ戦、俺が登板する全ての試合で黒羽組の計画に乗っ取った野球賭博を成立させるためだ。誰にもバレない、展開の荒などに左右されない完璧な仕掛けの野球賭博を仕掛けるためにな。そんなことが。そもそも野球賭博ってのは八百長を仕掛けるのが難しいギャンブルだ。いくら投手を買収したところで相手バッターが打ってくれなきゃ勝たせられない。いくらバッターを買収したところで相手のチームが点を取らなきゃ負けさせられない。だがワイバーンズのスタメン全員と監督、それに対戦チームのピッチャーが俺であれば完全な八百長が仕掛けられるってわけか。そういうことだ。だが完璧な計画とはいえ一度だけ八百長に失敗したことがある。お前がホームランを打ったあの試合だ、品田。あの日の黒羽組の指示は0対1でホームのワイバーンズが負ける予定だった。だが9回裏までギガンツのバッターはワイバーンズから1点も取ることができないでいた。いくら相手を勝たせたくても点を取ってくれないことには話にならない。だが露骨なエラーをさせて相手に点を取らせることもテレビ中継の手前都合が悪い。焦った藤田監督は内野経験のないお前をわざとセカンドの酒井に変え代打に送った。俺がお前からは打てないと藤田監督は踏んだってことか。藤田さんは誰よりもお前の得て増えてを知っている人だったからな。それで監督はカーブを投げるようお前に指示を送ったのか。ああ。じゃあ7球目あのストレートはどうして投げた。藤田監督の指示を無視して俺との勝負をつけたかったのか。沢田。違う、あれは監督藤田さんの指示だったんだ。え、なんだと。監督の。ああ、そうだ。あの時俺にストレートを指示したのは他でもない藤田監督だったんだ。どうして、どういうことなんだ沢田。
それは。喋りすぎだぞ、沢田。お前が撃たないなら俺が撃つ。まあその時はお前も始末することにはなるがな。分かってる。名古屋組の連中は、名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。彼らは名古屋という町を守るために藤田監督や俺を信じ指示に従ったに過ぎない。それは信じてやってくれ。沢田、覚悟はいいな、品田。死なだ。死ねえ。どうして。やはり知っていたのか、ギガンツの際。まあね。相手のサインを研究するのはバッターの基本だからな。さて、黒羽組の存在は分かったけど、なぜ甲子園の時から黒羽組があったのか。近江連合の島争いだったのになぜ登場会が引いたのかよく分からないな。なぜ登場会引いたんだその後。さだ、どうして俺を助けるような真似したんだ。ずっと知りたかったんだ、どうしてお前が俺のあのストレートを打てたのかをな。それを直接聞くまでは殺すわけにはいかない、そういうことだ。なるほどね。うわ、めっちゃ今そうめん聞いた。結局お前15年前のホームランはサインを盗んでたのか。さ、その話はお互い生きてたら話すってことでどうよ。それでいい。いや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 、この人数はきついぞ。よし、それじゃ行くぜ。ああ、登場会の構成に助けに来てくんないかな。結局この黒羽組がその甲子園の時から活躍してたっていうのはよく暗躍してたっていうのはよくわかんないんだよな。よいしょ。まあまあまあ、わかる、野球賭博を完全な成立させるためにまあ暗躍してたっていうのはまあわかるんだけどさ、そうだったらその野球賭博終わっちゃうのってさ、あの黒羽組にとってはさ、マイナスなことじゃん。で名古屋組ができて、近江連合とその登場会がね、賭博から引いてくれて名古屋が守れたとか言ってるけどさ、よくわかんないんだよな。そう、野球賭博がなくなっちゃったからさ、損してるじゃん黒羽組ね。でもまあ自分たちの島が確保できたから良かったのか。賭博は別にその目的じゃなかったんだね多分ね。あくまで賭博やってたのは近江連合の別の一派で、で結局その賭博を終わらせて自分たちの島を拡大するために仕掛けたってことかな。いやでもそれも別に賭博の一種だったから仕掛けたってことじゃないよね。おい沢田、こんなことしたらそれこそ来店落札されるぞ本当に。さてアイテムちょっと使っていくか。あ、そっか、アイテム整理したから空いてんだ。いまいちわかんないんだよなそのあれが。
ほい。損してるからね、結局のところ。最初から黒羽組が関わって賭博を成立させようとしてたっていうのは、でもそれはね、近江連合の上からの指示だったのかもしれないから、でもそれを終わらしたか、終わらして自分たちの島を手に入れたかったっていうのはまああったんだろうね。でもだから品田が撃ったのは、でもその計画、あ、でもそれで野球賭博の話を持ち出してきたのも、でも黒羽組がやったってことでしょ、要は。だから品田を犠牲にして、しかも名古屋の人には名古屋を守るという、なんていうの、まあ、一つ飴を放り込んで正当化したと。結局まあ東条会と近江連合の別の組織を解除させたということよね。よいしょ。まあでもそのだから島を手に入れたってことは、要はその黒羽組に上がりを抑えてたってことだよね。収めてたってことだよね。でも変なそのね、上がりを収めなくても良くなったみたいなこと言ってたよね、牛島さん。よくわかんねえんだよその構図が。どうやってじゃあその黒羽組は金をもらってたんだ、どっから。得しないよね全然ね。賭博に絡んでた方が全然得したと思うんだけど、終わらせる必要あったかな。生きてるか品田。ああ、登場会さえ追い出せればよかったっていうのはあるのかもしれないけど。それじゃあ教えてくれ、どうしてあの時お前はホームランを打てたのか。その前に一つ教えてくれ、どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したんだ。教えてくれ。これ野球でさ、キャッチャーの人の動画で見たんだけど、藤田さんは後で喋るわ。迷っていたんだ。迷っていた。あの試合の前夜、金栄町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ。沢田、俺はこの4年ずっと悩んでいた。お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのかって。何言ってるんですか藤田さん。俺らはこうするしかなかったんです。もう迷ったって仕方ない。たとえ明日品田と対戦することになっても、俺は藤田さんの指示に従うだけです。カーブか。確かにあいつは変化球に弱いな。お前本当はストレートで勝負したいんじゃないのか。お前にとって品田は永遠のライバルだろう。そんな勝負を犠牲にしてまで。今さら後戻りはできないんです。俺たちに失敗は許されない、それだけです。分かってる、そんなことは分かってる。だがその直後、藤田さんは俺に言ったよ。品田だけは八百長の道具にしたくない。あいつは天才だ。あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたいってな。なんだと。15年前のあの試合、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていただろう。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして、警察の力を使うことで名古屋を支配していた近江連合と東条会の組織を追い出すことだったんだからな。
だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに自分にとって一番大切なものを守ろうってな。大切なもの。大好きだった野球への思い、それを持ち続けられる人間をだよ。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。汚れのない本物の野球ってやつを。そういうことだ。さあ早くこっから出よう。黒羽組の追っ手が来ないとも限らない。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。いや意味わかんないし、守れてないじゃん結局ね。篠田のことをね、はめられたとしか言いようがないと。篠田が おい、品田、何やってんだ。邪魔だよ、こいつらがいちゃ。え？急いで片付けよ、グラウンドが汚れる。は？何言ってんだお前。決着をつけよ、俺たちの勝負に。バッティングセンターでいいじゃん。品田くん、甘いよ。やんの？勝ち勝負。これ何回もやり直すことになりそうだな、ここ。やるのか、本当に。ああ。知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すればわかるというのか。ああ、わかるさ。お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前本気で打てると思ってるのか。もちろんだ。来い。プロだぞプロ。相手はずっとやってきたのプロで、風俗雑誌書いてる間も舐めてたのずっと。へえ、すごいじゃん。15年前お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ肩慣らしだ。さあ打ってみろ、俺のストレート。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした、あの時のホームランはまぐれだったのか。あ、早く次投げろ。チの嫉妬は打たないってか。お前何考えてやがる。次だ。いいだろう、次が7球目。15年前と同じ、次の球で終わりだ。
うわ、ちょっと待って。いいだろう。まさかここで出てくると思わなかったよ。15年前と同じ。次の弾で終わりだ。来いよ。盛大に空振りしちゃったじゃねえかよ。さすがに次も四角じゃないでしょ。四角かよ。ホームラン。どうして、どうしてカーブを投げるって分かったんだ。分かってたんじゃない、待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ。きっとな。15年って、お前20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間俺はワイ・バーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。あの日俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。篠田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。いやいや、何美談にしようとしてんだよ。15年は長いよ。どんだけの金が稼げたと思ってんだよ。その間に俺もやっとこれで引退できる。え、ありがとうな。そうだ、プロ野球選手年俸高いんだからさ。まあでもねえ、あ、やべ、結構4部早く終わったな。4部早かった。サッカー選手よりかは全然稼げるからね、プロ野球選手の方はね。おかしなもんですな。もっと早くこの決断ができていればこんなことにはならなかったのに。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番の。髪型的にあの大阪府警のあのおっさんだよな。やはりあの男か。オウミ、わざとらしい。普通落とさないだろう。最終部来た。ようやく龍が如く5も終わりを迎えてきましたね。伝説の期間。さてどうなっていくんだろうね。みんなが東京のカムロ町に戻ってくるんでしょうか。
バー癒し。さあ、神室町天下一通り。いやー、久しぶりに神室町戻ってきたな。ははっ、キリュウちゃん。また帰ってきちゃったよ、神室町に。何回帰ってくんだよ、あんた神室町に住めよ、もう。本当に。あ、ババちゃん。ババちゃん、実はね、あの俳優さんをモデリングしたキャラクターだったらしくて、大東俊介さんっていう方がモデリングになってるらしい。情報集めろ。つけられているか。まあいい、久しぶりの神室町だ。街の様子を知りたい。ニューセルナに行ってみるか。大体ニューセルナだよね。ここじゃなかったっけ。あ、違う、もう一個向こうか。お兄さん、あっちやの横か。痛い目見てえのか。神室町来ていきなり絡まれてんじゃないよ、キリュウちゃん。よいしょ。あー、使いやすい。全然使いやすい。やっぱ品田めっちゃ使いづらかったな。マジで使いづらかった。よいしょ。このラッシュでの崩しが入らないからさ、品田くんは。こういう連動型もできないしさ。品田は本当に使いづらかった、マジで。あの性能でね、もう一回ストーリーに絡んできたら結構きつい。でももう多分5だけのキャラだと思うから、6をやるとしたら多分絡んでこないでしょ。よーし、レベルアップ。すげえ体力あんな、キリュウちゃん。しかも竜のあれがパワーが全開だから、これ R2 で増強できるよね。許してください。ああ、そっかそっか。火炎は、ああ、絡まることは少なくなる。タウリナプラス送るか。よし、そしたらセレナ行きましょうか、ニューセレナ。ほいと。ほいと。伊達ちゃん、伊達ちゃん。伊達ちゃん、帰ってきたよ。伝説の男の帰還だよ。ルスカ、まだ営業していないようだな。営業してねえの？まあ、セーブして終わるけど。あ、誰かいるぞ。スターダストに行ってみるか。まあでもこれ、あ、一応セーブできるね、そのままね。まあ一応砕けか、スターダスト。う、冬は埃っぽくなるから困る。静電気も怖いし。ちょっといいか。和樹かユイヤはいるか。キリだといえば分かるはずだ。ん、オーナーも店長もまだ来てないんですよ、すみません。そうか、神室町久しぶりな。最近街の様子はどうだ。いや、それなんですけどね、ここのとこヤクザを見かけないんですよ。それが変だなーって。まあいつも店長が追っ払ってるんですけど、それが最近ぱったり来なくなっちゃって。登場会がどうかしました。いや、時間取らせたな。うっす、そろそろ相手してやるか。第三公園向かいの空き地なら誘い出しやすいだろう。第三公園向かいの空き地か。ニュースルーのまま美人だよな。でもガードが片上にいつも妙に見つけてもそれでおっさんがいるんだよな。バカで刑事だぞ。しかも捜査一課。そうなのんだよ。もうようやく済みかよ。でも俺逆境は嫌いじゃないぜ。やめときゃいいのに。いやー、ニュースルーのママとか怖いでしょ。登場会6代目は失踪。大幹部真島は北海道で殺害。職役中の次期若頭候補の西島はこともろに脱走したとか。もう登場会は終わりだな。あとは海に吸収されるのを待つばかりか。取れたよ、例の予約。カムロッチョヒルズの？マジであのレストラン超人気なんでしょ？えへへ。トミコちゃんのためなら僕。やばい、超楽しみ。あそこのレアステーキ、肉汁やばいらしいじゃん。絶対 600g 食うわ。そうだね。カムロッチョヒルズ完成していたのか。完成しちゃってたみたい。あ、ここ。ここはエロ本買った自販機じゃん。があったとこじゃん。ね。極みじゃなくてゼロの時かな。サブクエでここにね。俺をつけていることは分かっている。こそこそしてね。やっぱ、出てきたら落ち着くな、キリュウちゃん。わっけえよな、キリュウちゃん。やはりお気づきでしたか。さすがです。キリュウカズマさん。ですね。
お前はどうして俺をつけていた。ある人からあなたが東京に現れると聞いて待っていました。何？福岡でのご活躍も聞いています。たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか、堂島の竜は健在といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下ってとこだな。手下というよりは協力者という方がいいかもしれませんね。自分と彼は杯を交わすような間柄じゃありませんので。つまりお前は東条会の人間ではないと。ええ、同じ目的のために集まった同志といったところです。キリュウさん、一つ確認させてください。なんだ？東京に来たということは、この一件あなたも関わる覚悟ができたと考えていいんでしょうか。答える必要はない。その様子だとすでに決意は固まってる感じですね。安心しました。どういう意味だ。いや、真島組長が死んでなおあなたが福岡から動かないようなら、いろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。真島はお前たちが殺したのか。さあ、仮にそうだったとしたらあなたはどうしますか。ここでお前を倒し黒幕の居場所を吐かせるだけだ。わかりました。ではあなたの決意が口だけではないということ、その拳で証明してみせてください。さあ、ババちゃんと戦うことになるか。キリュウちゃん、西島行きます。西島の時も苦労したから、その決意確かめさせてもらいます。さあ、ババ刺激、ほい。いやー、ババちゃん強っ。よいしょ、キリュウちゃん行って、ババちゃん強え。よっしゃ、キリュウちゃん行くぞ。堂島の竜じゃ、これが。よいしょ、ほい。全然ダメージ当たってねえじゃん。よいしょ、この戻ってくるやつ強いね、キリュウちゃん強い。キリュウちゃん強い強い、キリュウちゃん性能が違いすぎるわ、全然。うわ、強い、キリュウ。西島の時あんなに苦労したのに。やはり伝説の極道の名は本物ですね。お前が口を聞ける程度に手は抜いたつもりだ。早いとこお前の知っていることを喋ってもらおうか。やっぱりか。あなたもあの人と似てますね。あの人？ええ、西島の兄貴のことです。西島だと？どういうことだ。お前西島を知っているのか。あなたなら私たちの計画を止めることができるかもしれない。ご無礼をお許しください。キリュウカズマさん、私ババ刺激と言います。挨拶はいい、早く話を聞かせろ。わかりました。今あなたが巻き込まれている事件の裏、森永がやろうとしている計画、その全てについてこれからお話しします。少しの間お時間いただけますか。ああ、いいだ。その前に場所を移してもいいでしょうか。できれば内密に話ができるところだと助かるんですが。逃げるつもりじゃないんだろうな。俺は一度札幌で西島さんに頼んで見逃してもらっています。ですから西島の兄貴の恩義に応えるためにも、これ以上
逃げる人生を選択しようなんて思いません。冴島とどういう関係なんだお前。その辺も含めお話しします。今はひとまず場所を変えましょう。桐生さんにゲロったことがバレたら俺の身が危なくなりますんで。そうだな。すぐ近くにあるニューセレナという店なら顔が利く。そこでなら人に聞かれることもないだろう。わかりました。それじゃあそこに行きましょう。うん、じゃあニューセレナ行きましょうか。もう空いてるよね、さすがに。よーし、すぐ近くだね、本当に。この裏だったよね。よっしゃ。あ、これ裏側からじゃ上がれないのか、もう階段は。いける？いけないよね。スカイファイナンスあるから、ここで秋山戻ってきて、またはるかちゃんと繋がっていくっていう、そういう関係か。ここだ。なるほど、もう入られますか。もし用事があれば俺はここでお待ちしていますけど。すぐ店に入る。あ、お前の話を聞こう。わかりました、では入りましょうか。さあ、森永の計画ってのを全部ゲロっちまえよ。登場会に乗っといたいのか。ごめんなさい、お店まだなのよ。あら、桐生さん、久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか。そんな水臭いこと言わないで。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は貸し切りってことにしておくわ。すまない。もう盗聴器仕掛けられてもおかしくないよね。何か飲む？いや、大丈夫だ。極度が集まる。そう。バーとして。じゃあ私は奥にいるから、何かあったら呼んでね。ラテちゃんぐらいは呼んでやれよ。あ、でもそうすると大東の身が危なくなるか。ババちゃんの身が。お前の話を聞かせてもらおうか。はい。それじゃあまず森永が描いた絵について説明しましょう。今さら説明するまでもないことかもしれませんが、現在東城会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。大吾から聞いた。五分の杯を交わしていた近江連合の七代目が病気で余命いくばくもないと。ええ、七代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。それで東城会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして福岡には堂島会長が。そして大吾は福岡で行方不明となった。会長代行となった青山、それに森永の裏切りによってな。そうです。当初の計画では堂島会長は山笠組のまだらめとともに殺されるはずでした。しかし計画は失敗。堂島会長とまだらめを取り逃した青山さんは勝手に計画を変更しようとしたんです。計画の変更？ええ、青山さんは堂島会長がいない隙に東城会を乗っ取ろうとしたんですよ。しかし青山さん、それに森永の本当の使命は東城会を奪うことではなかった。むしろその逆、東城会を売ることだったんです。売る？まさかその相手ってのは。そう、近江連合です。青山、森永は最初から近江連合に買収された人間だったんです。そんなことが。彼らの目的は2つ。1つは堂島会長に真島さんら現東城会幹部の暗殺、そしてもう1つは俺か。ええ、あなたや冴島さんといった今組織から離れてる人間を監視し東京に連れ戻すことにありました。理由は1つ、あなたたちを東京に集めて殺すためです。どうしてそんな回りくどいことを。殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはずだが。その通り。東京じゃなきゃダメなんですよ。
近江連合にとって東条会は二人の伝説の国道とイコールなんです。堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの国道冴島大河、その二人の首を取ってこそ手に入れられる大門なんです。つまり近江は俺たち二人を東京で殺すことで東条会を名実ともに手に入れるつもりだと。はい、近江の狙いは神室町の島だけじゃありません。3万人と言われる東条会の兵隊全てを手に入れたい。無傷のままでね。そのためには全面戦争を避け、最も効率のいい方法で手に入れる。あなたたちはそのためのキーマンだということです。ということは冴島もすでに東京に向かっているということなのか。おそらくは。刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。冴島とお前の関係は。ずいぶん奴のことを知ったような口ぶりだが。ね、一緒に脱獄しました。もちろん私はそうするように仕向けた側の人間なんですが。そういうことか。私は青山、森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。私の役目は冴島さんを脱獄させ真島さんの死を追うように仕向けることでした。結果冴島さんは脱獄、計画通りにことは運んでいたんですが、途中いろいろあって俺は冴島に心を動かされたってところか。その通りです。俺は冴島さんに惚れてしまった。だから今こうしてあなたに全てを打ち明けているということです。それでこの事件の黒幕は誰なんだ。近江連合といっても若頭の渡瀬はそんなことを知ってるような態度には見えなかったが。それを説明するには近江側の事情も説明する必要があるでしょう。跡目争いのことか。そこまで知っていましたか。そうです、七代目の既得が伝えられてからというもの、近江連合内では三つの二次団体による跡目争いが激化していたんです。大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する若頭渡瀬組組長渡瀬勝、兵庫に地盤を持ち七代目の信頼も厚かった若頭補佐高千組組長高千尋氏、そして大阪の南で産廃処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長大阪工業の会長勝谷直樹、その中でも最も跡目に近い人物として見られていたのが若頭の渡瀬勝です。だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。となると残りは一人。ええ、今回一連の騒動、私青山、森永を使ってこの絵図を描いていたのは。ここで遥ちゃんのあれになるかな。大阪神室町ヒルズ、あ、冴島か。どうした、感慨深そうだな。ちょっと待っとけて、ずいぶん長い用事やったんやな。悪い悪い、ちょっと組織内でごたごたがあってね。まあいわゆる内輪揉めってやつだ。府警内部でか。まあな、長いこと事件追いかけてると途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが一人や二人必ず出てくる。その後始末さ、夢がどうだのこうだの、いい大人だっていうのにバカバカしい。俺が逃げ出したらどないするつもりやったんや。まあそん時はそん時、警視庁に頭下げてローラー作戦でもかけりゃ済む話さ。分かっとらんようやな、この町の深さが。
一度地下に潜ったら最後、警察がいくら探しても見つけられん場所もあるんやで。カムロ町地下街逃げ水道、それにこの下にあるサイの河原のことだろう。お前の逃げそうな場所ぐらい分かってる。あんまり舐めるな、警察を。で、俺は何したらいいんや。警察の代わりに森永を探してもらう。森永を？ああ、福岡での事件後、森永が東京に帰ってきたところまでは府警の方でも足取りをつかんでる。だがその後の消息がわからない。東上会本部には戻ってへんのか？ええ、一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東上会に戻れるはずもない。そしたら森永はどこに？だからそれを探すのがお前の役目だ。奴がこの町に潜伏しているのは間違いない。だが東上会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば地下っちゅうことか。ああ、おそらく森永は地下に潜伏し、事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば、森永が警戒して再びどこかへ姿を隠す可能性もある。だからお前に探ってほしいんだ。はい、西島といえば地下か。西島がさ、こんだけ押されるのが分かんないんだよな。真島だろう、どっちかっていうと。もう勝也来てたか。で、真島はね、こういう組織とかであんまりこう絡みたがる人間じゃないから、西島の方を押してるのかな。何や、知り合いか？今の車に乗っていた男、近江連合の大物だ。近江やと？それにしては敵みたいな身なりしとったな。勝谷直樹、45歳、元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる男だ。だがその裏で現役の近江連合の直参、大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的、世間的には青年実業家として名が知れているがな、今近江連合で最も八代目の座に近いと言われる男だよ。勝也か。どっかで聞いたことあるような名前やな。知ってるのか？いや、せやけどなんで近江の男がカムロ町に？さあな、奴は表の顔がある分自由に各地動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだな。どうする？俺は森永と勝也、どっちを追えばええんや？勝也のことは俺が調べ、お前は予定通り森永を追ってくれ。分かった。明日またこちらから連絡する。それじゃ。うん、まずは森永に関する情報を集めるとしようか。情報を集めるならあそこが一番や。サイの河原、確か児童公園のマンホールから地下を潜っていけたはずや。はい、サイの河原へ向かいということですが、まあ、今回ここで終了にしよっかな。ちょっと時間がね、あ、ワークス神山。時間がね、あれなんですよ。お、株の町ヒルズかこれ。株の町ヒルズ完成したな。あれだけ多い曲折あったのに、できちまえば当たり前みたいにあるから不思議なもんだ。そうな、それにたむろしてたホームレス連中どこに行ったんだろう。この街も綺麗になっていくな。最近なんか似たようなね、記事を見たかな。英語の記事だけどさ、再開発に伴ってさ、あのホームレスの方々に退去してもらうようにっていうね、話になったけど、なかなか話が進まなかったみたいな。退去した方々はどこに行ったんでしょうみたいな記事を見たかな、最近ね。なんかね、英語の記事の方がね、日本のその
内容をですね、しっかりこう伝えてくれてるんだよね、この記事の方がね。不思議とね。セーブ場までが遠いな。一番近いのがバッティングセンターのあたりか。何回か絡まれるだろうな。特に冴島は。カムロチョヒルズホテル、一泊うん十万の超豪華な部屋なんですって。おう、カムロチョヒルズのてっぺんから眺めるこの街の夜景、そしてシャンペーン、さぞかし素敵でしょうね。それより今日ひじきが安いよ、早く行かなくちゃ。いいね。そっちのひじきくんの方がいいよ。結局、そんな一瞬しか買えないさ、一瞬しか体験できないことにね、大量にお金を払っても。まあ、いいんだけどね。お金ちょうだいよ。お、か、ね。まあ、それをさ、どう捉えるかだよね。それで、そんなんていうのかな。続くのはちょっとしんどいから。よいしょ。特別な日にね、一日だけそれを利用するとかはいいと思うけど。まあ、毎日のようにね、それ要求されたらちょっと考えなきゃいけないよね。ほい。ほい。最初はこう、ため攻撃一回入れないとパンチが出ないから。これ一回ため入れてから、こうだね。よいしょ。勝つ武器。よっしゃ。まだいるか。よいしょ。やっぱ使いづらいな、冴島さん。体力は半端ないんだけど。アホみたいに体力あるな、冴島。これでババちゃん相手にはうまく戦えたんだけどね。なんでそのグリグリパンチだよ。破壊力もあるんだけど、いかんせん機動力がない。1万円冴島さんは。カムロチョヒルズがあって、こっちにこれなんだったっけ。こっちがカムロチョヒルズじゃなくて、なんとかタワー、カムロタワーだったっけ。違う、プレミアムタワーじゃなくて、そんな感じの名前だったよね。ミレニアムタワーだ。ってことは2000年に建てられたってことなのかな。よっしゃ、じゃあバッティングセンターの前で整備して終わりましょう。あ、違う、道が違った。もう一歩向こうじゃねえか。じゃあ回り込むか。若干ちょっとね、体調が悪くなってきたのもあって。冴島さん。あ、お兄さん、お前だよ。うわ、絡まれた。相手するしかないよ。いやよいしょ。おっ、よいしょ、よいしょ、ほい。これ強烈なんだよね、冴島の。どこだと。オッケー。冴島、寒くない？暑くないのか、そんな格好して。もうしない。よっしゃ。ほんなら、今回はここで終了にしましょうか。はい、ということで、バッティングセンター前に、あったあったあった。うん。じゃあ今回はここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、弾き出すな、冴島。コントローラーぶっ壊れてるからさ、動くんだよ、勝手に。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。2時間プレイしちゃったね。またねー。ということで、ちょっとね、ラグがあるんで、ちょっとだけ待とうか。今切っちゃうとね、ダメなんで、冴島さんがね、タバコ吸い終わるまで待ちましょうか。うん。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。